希望先生2朝戸屋ユンタゆっくり弾きチューニングは CFC 1-3はい。義母先生、今週はですね、ちょっと実際に対面でレッスンをしている感じの雰囲気でちょっと動画を撮ってみました。朝戸屋ユンタ、やっています。
1番2番3番4番歌詞をね、ぜひ変えてみながら、慣れてきたらやってみてください。繰り返しね、その指の動きなんかを見ながらやってみてください。まあ、気をつけるポイントとしては1音1音丁寧に弾く、そしてまあ一定のテンポもねキープする。歌に入ると遅くなったり、間奏に行くと速くなったりする傾向がやっぱどうしてもあるので、まあ、その辺も注意しながらやってみてください。朝ドラユンタ、今日はレッスンしてみました。じゃあバイバイ、後からね。